いつもご視聴ありがとうございます。今回ですがこちら先日ですね発表されました iPhone16 Pro Max のですね実性能予測を行っていきたいと思います。こちら背景にですねいろいろ載せてますけど、過去私の方で iPhone14 Pro Max、15 Pro Max 評価してきて、まあ、性能面はですね定量的な評価を行ってきたので、今回の iPhone16 Pro Max のスペックから過去のデータをもとにですね実性能を予測していきたいと思います。あとですね、まあ、どういった課題があったかっていうところも踏まえてこの辺が改善されるのではないかっていうような予測も含めてご紹介していきたいと思います。まあ、過去少し振り返るとですね14 Pro Max の総合得点86点、15 Pro Max 91点という形で、まあ、順当に進化しているというゆえいくつかのですね課題もあるので、そのあたりですね16 Pro Max で解決されるのかどうかっていうところも予測していきたいと思います。まずはですね iPhone16 Pro Max の概要についてざっと触れておきたいと思います。赤いところがですね15プロマックスからの変更点を示しています。まず CPU が A18 Pro になったところ、こちらが大きいですね。でカメラのところが今回 MX903 なのか803なのかちょっと現時点では分かんないんですけど、まあ、仮に903だとすると 1.14 分の1でセンサー性能がですね上がって、しかも2層トランジスタが積層型になってですね暗所性能も上がりそうなので、こちらメインカメラが強化されるかどうか非常に気になるところですね。現時点ではちょっとわからないと。あとも48メガの超広角であるとか、まあ、フレアとかですねゴースト対策として反射コーティングが今回されてそうですというところですね。でディスプレイ今回 6.9 インチで大型されてるってところと、まあ、セラミックシールドもですね強化されてます。で追加機能としてボタンがですねカメラコントロールのボタンがついたりとか AI 対応してきた。あと冷却性能もですね今回グラファイトパッドからグラフェンシートで 20%ぐらいですねゲーム性能の持続時間が伸びているってところ、こちらもですね性能に結構影響してくるのでどうなるのかってところですね。でバッテリーも少し強化されて4676で充電性能も上がっていますと。スピーカーそれ用ですねマイクの方が4マイクで強化されて防水防塵 IP68 そのまま、重さがですね 6g ぐらい重たくなって 227g という形になります。まあ、ディスプレイが大きくなったので筐体容量が上がったってところも性能に影響してくると思います。まず性能の予測にあたってで18 Pro のスペックがどのように強化されたかを抑えておく必要があります。こちら CPU、GPU、NPU、ISP ですねそれぞれこう強化されていて、ざっと見てみると CPU は 15% の性能向上、あと 20% の電力効率が上がっているというところですね。 ARM のコアも世代が上がることによってこちら効率が上がっていると思います。あと GPU に関しても 20% 性能が上がっていて、レイトレーシング開始は2倍ぐらい上がっているというところで結構性能向上激しいですね。でカメラに関係するこのビデオエンコーダーの性能が2倍性能上がってるとかですね、あとイメージシグナルプロセッサーが new って書いてるんですけど、これ中身が全然わからないですと。であと AI 処理に関してはですね NPU としては 15% 性能上がっていて、これ内部か外部か分かんないんですけどメモリーの帯域もですね 17% 上がっていますと。ちょっとこの辺はですねスペックはよく分からない状態になってます。あとメモリーのバンド幅がですね 6.4GB から 8.5GB で 33% 上がっているので、こちらもですね全体的な性能向上に影響すると思います。プロセスがですね今回第1世代の3なのか第2世代の3なので N3E の TSMC のプロセス使っているので、このあたりが性能に関しては底上げされていくというところにつながると思います。ではですね、このスペックをもとに性能の予測を過去取ったデータをもとにしていきます。まず ANTZ 総合ベンチマークの結果ですけど、こちら前に取ったですね iPhone15 Pro Max の結果を載せてあります。私の方で評価した結果ですけど、温度収束はですね38度ぐらいで、だいたい160万点から150万点ぐらいという結果になってます。それで今回ですね CPU、GPU、メモリーの性能向上があるんですけど、そのスペックをですね元にこちらの値をですね計算していくと、最高性能が約190万点ぐらい出るかなというところですね。まあ、CPU、GPU、メモリーこの辺にそれぞれの性能向上の値を掛け算しですね足すとこれぐらいの値になります。で最低はですね178万点ぐらいなので、まあこのようなグラフになるかなと思います。発熱収束とかどの辺になるのかなってところは、おそらく今回 CPU の性能が上がる分冷却性能向上もしてるんですけど、結局そのあたりですね高性能化と操作されて同じぐらいの発熱収束になるんじゃないかなというふうに思います。次にですね 3D 実用性能ですが、こちら15 Pro Max はですねあんまり性能良くなかったんですね。まあ、冷却性能が不足していて、まあ、チタン筐体になったばっかしということもあったかもしれないですけど、背面の発熱が46度10
まで上がっていてですね、放熱の分散がそんなに良くなかったという結果になってます。あと性能に関してもですね、結構揺らぎがあって2200から2668ぐらいまで揺れてたというような形で、このグラフを見ていただけると分かりますけど、性能が結構安定してなかったんですね。で今回筐体のサイズが大きくなって冷却性能も上がっているというところで、おそらく実性能の改善というところでは安定することで結構性能上がると思っています。でおそらくこの2668に対して今回 GPU はですね 20% ぐらい上がっているので3200点ぐらい、あと最大性能がですね4200に対して5000点ぐらいということになるので、グラフで言うと結構すごい値ですね。最大瞬間値は5000ぐらいいくんですけど、実性能としては3200ぐらいまで上がるんじゃないかなと思います。まあ、15コールマックスと比較すると 1.4 倍になるので、こちらはかなり 3D 性能はですね期待できると思います。で温度に関しては46度のところはどれぐらい下がるのかってところは、これは結構微妙で、まあ、下がっても44度ぐらいかなというふうに思います。次にバッテリー持ちなんですが、今回電力効率がですね結構上がってるってところと、バッテリー容量も増えてますと、まあ、増えてると言っても 5% ってところなんですけど、まあ、電力効率が上がってるところは大きいですね。で動画に関しては4時間伸びるとかいろいろありますけど、私が過去の推測で使っているデータを元に計算するとですね、こちら GSM アリアさんのデータを元に前回評価してたんですけど、ここからですねこちらのバッテリー容量と電力効率を掛け合わせていくと約22時間ぐらいいくんじゃないかなと思っています。なのでこちらですねグラフでいうとこの辺りのエリアに行くというところで、バッテリー持ちに関しては、まあ、8 Gen 3端末もこれぐらい持つやつありますけど、まあ、かなり良くなるというふうに思います。次にですね画面の方ですが、今回 6.9 インチ化と非常にベゼルが細くなるというところで、まあ、前回あんまり画面の変更がですね、まあ、なかったように見えたんですけど、今回はまあ確実に画面は変わってくると思います。で消費電力もですね大画面化によることで抑えていかないといけないので、まあ、電力の最低化含めてパネルが変わることで、おそらくディスプレイ性能は他の Android の端末見てるとかなり最近いいので良くなると思います。まあ、前回黒階調表現がですね4ぐらいまでで、最近のいいやつだと3とかですね2もわずかに見えるんじゃないかっていうところまで来てるので、おそらくその土俵に乗ってくるんじゃないかなと思います。ベゼルに関してもですね、こちら Xiaomi の14 Pro このような形で結構遅かったんですけど、まあ、同じぐらい細くなってきて、まあ、白階調表現に関してはもともとより横だったんで、まあ、この辺はですねキープかなと思います。次にスピーカーの周波数特性なんですが、こちら非常にちょっと見にくいんです、申し訳ないですけど、紫がですね iPhone 14 Pro Max で、赤色が前回の iPhone 15 Pro Max で、白色がですね私の評価の中では一番いいというふうに思っている Asus の ROG Phone 7の特性になってます。まあ、この紫と赤色のですね特性の変化を見ると、前回はですね低音が少し強化されてます。一方で、まあ、チタン筐体の影響なのかちょっと分かんないですけど、高音がですね結構落ちちゃったというような結果になってます。で今回筐体容量が増えるっていうところで、まあ、低域がですね、まあ、順当に進化すればより少し上がってくるんじゃないかなと思います。なかなかスマホの低域っていうのは出しづらいんですけど、ここがより上がってですね音質的にはより豊かになってくるかなと思います。で高域がですね15 Pro Max で劣化してるんですけど、まあ、今回第2世代目のチタン筐体なので、まあここもですね14 Pro Max 並みに強化されれば、まあスマホ市場としては結構このAsus の ROG Phone 7を超える、まあ、史上最強の特性になる可能性もあるなというような推測になります。ここは非常に期待ですね。で次にカメラの方を見ていきたいと思いますけど、カメラ今回いくつかの強化ポイントがあります。ちょっと現時点でスペックが分かってないところかなりあるんですけど、5つぐらいポイントがあって、広角がですねこの2層積層トランジスター、この 1.14 分の1のセンサー乗ってくるかどうか、こちらが非常に気になるんですけど、これがもし乗ってくればですね暗証性能がかなり上がるので、ここは期待値が非常に高いなと。で望遠はですねセンサーサイズがですね 3.4 分の1から 3.06 分の1で若干大きくなってるんで、まあ、この辺 で解像度が少し上がってくるかなと。で一応広角は12メガから48メガで、まあ、この辺センサーサイズで見るとほとんど変わらないので、まあ、明るいところで言えば、まあ、画質上がってくるかなと。で全体的に今回レンズに関しては反射コーティングされてるってことなので、まあ、フレアゴーストの改善も期待できると思います。あとはですねチップとしてISP の処理性能が上がってそうなので、まあ、こちらの演算の結果ですね画質の上がってくるというところで、動画に関してはエンコーダーが2倍ぐらいの性能上がるっていうふうに言われてますけど、写真がどうなのかっていうところが一番気になるところですね。はい、このようなまあカメラの性能向上のスペックをもとにですね、これまで撮ったカメラの評価結果はどうなるのかっていうのを予測していきたいと思います。まずですね
16 Pro Max のフレアゴーストなんですが、こちら、まあ、前作のフレアゴーストこんな感じでしたということで、フレアに関してはそんなに悪くないですね。ゴーストが結構強めという感じになります。まあ、写真の方と動画同じような傾向で、まあ、動画もですね、こちら見ると結構フレアを抑えられてるんですけど、まあ、ゴーストが結構盛大に出ますと。まあ、動画撮ってると虫みたいにこう結構ちらついてくる、非常にこのゴーストどうにかならないのかなってずっと課題として持ってるんですけど、今回コーティングが入ってきたことでどこまでこれがですね低減されるかってとこなんですが、まあ、他社はこちら Xiaomi 14 Pro、 Vivo X100 Pro の比較の絵を載せてますけど、それぞれですねもうすでにコーティングされていてですね、まあ、ALD っていうコーティング技術ありますけど、 Xiaomi も Vivo も対応済みと。しかも Vivo に関してはさらにこう強化されていて、まあ、これ見ると非常にゴースト少ないですけど、なので結構 iPhone 遅れてるんですね。なので、まあ、今回改善しても、まあ、せいぜい同等か、まあ、それ以下になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、フレアに関してはもともと良好なので、まあ、こちらはいいと思います。次に HDR 制御なんですが、こちらはですね、まあ、14と15 Pro Max 同じ傾向でずっと続いてるんですけど、 iPhone の写真ってなぜか HDR 露出制御がいつも弱くて、動画はむちゃくちゃいいんですよね。で、動画の HDR とか露出制御かなり他の端末と比べていいんですけど、まあ、こちら ISP の処理性能向上によってですね、動画はまあさらに良くなると思います。で、写真に関しては今回改善が入るかどうか本当未知数で、14から15で変わらなかったんで、16で、まあ、今回レンズに手を入れてきているので、まあ、改善の可能性っていうのは、まあ、少しあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こちらの HDR とかですね、露出制御が明らかに他社と比べて見劣りがするので、写真のところはですね、なんとか改善してほしいですね。次に解像度に関してなんですが、今回メインカメラがですね903になればかなり低照度性能が上がってきますと。で、夜間の解像度が当然上がってくるって話と、まあ、昼間に関してはですね、まあ、そんなに影響ないと思うんですが、まあ、こちら夜間の写真見ると、まあ、若干 Vivo とか比べても解像度は弱いってところあるので、まあ、この辺がですね、まあ、上がってくるとより写真としての解像感が良くなってですね、いい写真が撮れるようになるなと思います。まあ、昼間に関してはまあほぼ差がないというところなので、もともとこれはまあそんなに影響ないと思います。あと望遠性能なんですけど、こちらはセンサーサイズがほんのわずかに大きくなっているってところと、 ISP の処理性能は上がるってところでノイズが少し減ると思います。まあ、こちら Vivo と iPhone と Xiaomi 比較すると明らかにノイズが厳しくて、光学5倍でもノイズがですね、まあ、これだけの差があるので、このノイズの多いところがですね、まあ、改善していくって話と、デジタルズームも他社と比べると結構厳しい状況で、まあ、写真は先ほどの HDR 露出制御の影響も受けてますけど、まあ、この辺がですね ISP の処理性能向上によって写真のところに強化が入れば、こちらも良くなってくると思います。まあ、昼間に関してはそんなに悪くないって感じですね。で、まあ、最終的にどうなのかっていうところなんですけど、まあ、25倍のデジタルズームまでしかいけないっていうところと、まあ、センサーサイズ考えても、まあ、Android の望遠が強い端末にと比べると、まあ、それには及ばない結果になると思います。次に物撮りマクロ性能なんですが、今回超広角が48メガピクセルになるんで、まあ、明るいところであれば物撮り解像度はさらに上がってくると思います。色味はですね、もともと自然なんで、まあ、いいと思うんですけど、ダイナミックレンジのところはこういった赤つぶれがちょっと出ているので、このあたりですね、 ISP の処理性能の向上で処理がですね入ってくれば改善する可能性はあるなというふうに思います。最後にまとめですけど、まあ、最終的にどうなのかっていうところは、前回ですね15 Pro Max が91点だったんですが、画面とか冷却性能のカメラのところが上がってくれば94ぐらいいく可能性はあるなと思います。ちょっとこの辺が上がらないと92、3というところでいくかもしれないですけど、まあ、いずれにしろ端末のですね基本性能非常に高いので、まあ、このような結果にはなってくると思うんですが、評価ポイントとしてはですね、まあ、基本性能がどこまで強化されていくのかってところと、カメラがやはり動画が強いんですけど、まあ、写真がですねいまいちなところがあるので、これがですねどこまで良くなるのかってところで、今回 A18 Pro の性能かなり上がってるんですけど、まあ、前作17 Pro の性能そんなに引き出せてないので、まあ、こちらの性能どこまで引き出せるのかってところがポイントになると思います。はい、まあ、実際こちらの方を評価してみないとわからないんですけど、まあ、来週の9月の20日に16 Pro Max の入手できそうなので、まあ、評価ポイントをしっかり評価していきたいと思います。はい、まあ、ちょっと今回の動画初めての試みで予測っていうような感じで書いてみましたけど、何かの参考になれば幸いです。はい、それではまた。